ムハンマド・ジアウル・ハクは、パキスタンの軍人、政治家、第6代大統領。クーデターで軍事政権を樹立した独裁者であり、大統領在任中は、核開発やイスラム化と経済の自由化を推し進め、核拡散やソ連のアフガニスタン侵攻に対する、ムジャヒディンの支援に直接関与した。その後、政治が不安定化する中で、自己死した。 名前について一部専門家や一部団体は、ズイア・ウルハックとの表記を用いている。イギリス支配下のインドに、英遠軍総司令部に勤めるムハンマドア・アクバルの、子として生まれた。シムラーとデリーで教育を受けた。1943年英遠軍に入り、第二次世界大戦に従軍した。パキスタン独立後パキスタン軍に入り、少々となる。 1962年から1964年までアメリカ合衆国陸軍で学び、帰国後士官学校教官となる。1965年の第二次インパ戦争では戦車隊の司令官となった。1967年から1970年まで当時ヨルダンに派遣されてヨルダン軍を訓練した。1973年、ムルターンの第一機構士団司令官。 1975年中将に昇進した。1976年には、ズルフィカール・アリー・ブッ首相により、専任人の将軍たちを飛び越して、陸軍参謀長に抜擢された。当時、ブッ首相は、失勢批判にさらされ、与党パキスタン人民党内にまで批判が増していった。党内の対立者、アフマドラザー・カスーリーが狙撃され、父が死亡する事件が起こり、 仏党が指図したのではないかと疑われた。また、北西辺境州とバローチスターン州の混乱収集のために派遣された軍隊が虐殺を行ったと非難された。1977年の選挙では、与党が勝ったが不正があったと訴えられ、混乱はさらに増した。イスラム教指導者たちも仏党大臣を主張した。この中で1977年7月5日、 白廃家の軍隊がクーデターを決行し、無欠のうちに成功した。仏党と閣僚たちは逮捕された。戒厳令が敷かれて白が戒厳司令官となり、国会を解散し憲法を停止した。選挙のやり直しを約束したが、結局は無期限延期された。一部政治家は不正の疑いで政治活動を禁止された。仏頭夫人らはクーデターが無効であるとして訴えたが、 最高裁判所は当時の政治的混乱では必要な措置であったとして合法とした。仏党政権崩壊後もファザル・イラーヒー、チョードリー大統領は職に止まったが人気満了により1978年9月16日辞任した。後をついで白が大統領に就任した。その後7年にわたり彼は憲法に変わる大統領令をたびたび出して、 大統領権限を強化した。1979年4月4日、仏党は暗殺の罪により最高裁判所から有罪判決を受け処刑された。これは現在では政治主導の判決と言われている。白は大統領としてまずバローチスターン州の分離主義運動に直面したが、封建的軍閥を経済援助などで懐柔した。また、 軍の有力者ラヒーム・ティーン・ハーン将軍をバローチスターン州の改元司令官に任じ、ラヒーム・ティーンの政策により封建主配階級は政治から完全に切り離されることになった。白政権下では仏党時代の国有化政策は次第に撤回され、パキスタイ経済の自由化が成功し、1977年から1986年の国民総生産は 平均6.2%という世界的にも高い経済成長率を記録した。白は1980年国会に代わり大統領諮問機関マジュリセ・シューラーを設置することにした。メンバーは全員が大統領により指名された。白政権はそれまでのイギリス的法体系に代わりシャリーア体系を導入していった。まず1979年シャリーア法廷を設置した。 さらに右手の切除、石打ち死刑などの刑罰が導入された。1980年代にも刑法の改定が数回行われ、イスラムに関する不敬やイタンハーフマディーヤがムスリムと自称することなどが禁じられた。また白自身はシーア派に対しても敵対的と見られていた。1984年には国民投票を実施し、白大統領及び イスラム法の導入に対する賛否を問うた。結果は95%以上が彼を支持した。さらにアフマディーヤの活動を禁止する命令を出した。アフマディーヤはすでに1974年、イスラム教ではないとされていたが、これにより、国内の活動が禁止され、四大カリフのミルザー、ターヒル・アフマドがイギリスへ移ったのをはじめ、信者多数が西側諸国へ亡命を余儀なくされた。 現在でもこの法令は解除されていない。ハクは経済にもイスラム化を進めた。1979年に一部金融機関にイスラム金融制度を導入。1981年には国営銀行の利子を廃止した。さらに1985年には利子を全廃した。1979年12月25日、ソビエト連邦軍がアフガニスタンに侵攻し、 パキスタン領内にも難民が流入した。閣内には反対もあったが、白はソ連の脅威に対抗するためとして、ソ連と対立していた友好国の中華人民共和国の協力も得ながら、アフガニスタンの義勇兵ムジャーヒディーンへの資金、軍事援助に踏み切った。反ソ連を旗印とする白の国際的地位は急上昇した。サイクロン作戦を開始した。 アメリカのカーター政権はそれまで各問題により、凍結していたパキスタン援助を開始することとした。また3億ドルの援助をパキスタンに申し出たが、白はこれを少なすぎると拒絶した。次のレーガン政権ははるかに積極的で、パキスタンは6年で32億ドルの援助を取り付け、F-16 ジェット戦闘機も供与された。レーガンは新たな共産主義ブロックの出現を恐れ、 パキスタンがアメリカの代理として戦うことを要請した。パキスタン軍統合情報局はアメリカ中央情報局や陸軍情報機関と協力してソ連に立ち向かうこととなった。はじめアフガニスタンの制空権はソ連に握られていたが、1986年にムジャーヒディームがスティンガーミサイルを手に入れてから状況は次第に逆転した。 ソ連軍は1988年ついに撤退した。この戦争によりパキスタン国内には大量の武器が残った。また麻薬取引が盛んになり、抵抗組織の一部が麻薬組織に変わることになった。1990年代初めにはムジャヒィンがタリバーンやアルカイダに形を変える。これらは白政権のイスラム化政策とも相まって、1990年代、 以降イスラム原理主義がパキスタン国内に広がる素地となった。パキスタンの核兵器開発計画はインドを恐れた仏党が始めたものであるが、白政権はより積極的に推し進め、さらに核拡散を行うことで、パキスタンに対する国際社会の注目を避けるという戦略も考えた。核開発計画の責任者、アブドゥルカディール・カーン博士を中華人民共和国に派遣して、 技術援助を受け、ウラン濃縮施設も白によりカーン研究所と解消された。カーンはその後も20年以上この仕事に携わり、1998年には初の核実験を行うことになる。1985年には政党によらない選挙を実施した。対立政党のほとんどは選挙のボイコットを決めたが、当選者の多くが実際は何らかの政党に属す結果となった。 彼はその中から、当時は、白の言いなりになる人物と言われた、ムハンマド・ハーン・ジュネージョーを首相に指名した。さらに戒厳令は解除され、形式的には民政が復活したが、まだ軍人主導の政治体制であった。自由化を主張する声は、次第に高まり、1988年になると、白大統領と批判的になったジュネージョー首相の、関係も険悪になった。 五月二十九日、国会は解散され、十一年ぶりの普通選挙が約束された。ジュネー城首相は解任されたが、表向きの理由は、ジュネー城内閣がイスラム化を渋ったためとされる。六月十八日白はイスラム法の完全導入を宣言した。仏党の娘、ベーナズイール仏党はすでに九百八十六年帰国していたが、急激に人気を集め、また、 ソ連の撤退により援助も減ったことから、白の政治的立場は苦しくなった。このような状況の中、白は1988年8月17日、飛行機墜落事故で急死した。パンジャーブ州バハーワルプルデ軍のパレードに参加した後、アメリカ合衆国大使らと共に、空軍の C-130 ハーキュリーズに登場し、離陸した直後墜落し、全員が死亡したものである。 当時は暗殺説も囁かれたが、飛行機の故障によるとされる。EN デス・アンド・ステート・ヒューネラル・オブ・ムハンマド・ジア・ウル・ホックを参照。次の大統領となったグラーム・イス・ハーク・ハーンが死去を公式発表し、8月19日イスラマバードで葬儀が行われ、ファイサル・モスクに埋葬された。ハクの二人の息子は正解に入り、その一人、ムハンマド・イージャーズ・ウル・ハクは、 ナワーズシャリーフ政権の閣僚となっている。ありがとうございます。